スタンフォードブリッジはイギリスロンドン南西部のハマースミスフラムロンドン特別区に位置するサッカースタジアムである。プレミアリーグに所属するチェルシー FC のホームスタジアムであり、サポーターからはザ・ブリッジと呼ばれている。ロンドン西部の高級住宅街に位置しているスタンフォードブリッジであるが、80年代は古びたスタジアムであった。90年代に入り県。 ベーツ会長が就任すると、スタジアムを中心に再開発が行われた。周囲は、チェルシービレッジとなっており、高級ホテルや、ショッピングセンターや、レストランなどが建っている。南側スタンド下には巨大なグッズショップ、チェルシーメガストアも完備。試合がない時でも楽しめる、複合的なスポーツ施設となっており、現在では、ロンドン西部の観光名所の一つにもなっている。 スタンドからピッチまでの距離が非常に近く臨場感が高い。スタンフォードブリッジは1876年に設立され130年以上の歴史を持つスタジアム。初期は陸上競技用のトラックも備わっていた。フラム FC のホームスタジアムとして提供されたが、金銭面からフラムがそれを拒否してしまったため、1905年にホームチームとして チェルシー FC が設立されホームスタジアムとして使用している。1970年代、財政難に陥ったクラブはオーナーによってスタンフォードブリッジを銀行の管理下に置かれた。その窮地にサポーターたちが立ち上がり、ファンによって結成された非営利団体、チェルシーピッチオーナーズが今後このようなことが起きないようにとスタンフォードブリッジの競技場と自由保有権。 回転式改札口、チェルシーのネーミングライツを買い占めている。チームの成功とともに、それを支えるファンも急増を続けている。スタンフォードブリッジスタジアムの拡張工事計画も予定されており、収容人数は5万人以上になると見込まれていた。しかし今以上の拡張工事は不可能と判断され、チェルシーは集客人数の増加や財政健全化のために、 新たなスタジアムへの移転計画を発表したが、スタンフォードブリッジの所有権を持つ、チェルシーピッチオーナーズは、総会にてこれを否決した。地下鉄ディストリクト線のフラムブロードウェイ駅がすぐ近くにあり、交通の便は良い。駅より徒歩3分程度。最寄り空港は、ヒースロー国際空港。42,054人。ありがとうございます。